皆さんこんにちは、猫背のアジト、医学療法士の小峰哲明です。1ヶ月チャレンジ22日目になります。昨日はですね、壁を使ったストレッチメニューを、ご紹介したんですけれども、今日は床面に降りてキャット&カウというエクササイズを、やっていこうと思います。これはヨガの、中でもよく使われている要素になるんですけれども、そこにですね、今日は上半身の動きも加えていきながらやっていこうと思います。本気でやると結構きついメニューになるので、最初に動作のエッセンスをお伝えしてからですね、皆さんと一緒に本気で10回やっていこうと思いますので、ぜひ皆さん今日はマットをご用意の上一緒にやっていきましょう。それではですね、まずは準備体操と動きの確認、上半身との連動性について先にお伝えしていこうと思います。まずは四つ前ポジションを取っていきます。このようなポジションで手は肩の真下、そして膝は股関節の直下、もしくはもう少し前に出したおへその下でも今日は OK です。そしてまずは骨盤はあまり動かさずにですね、肘を伸ばしたまま胸を床面に近づけたり、ぐーっと手で押して胸を高いポジションに持っていったりしていきましょう。下ろして上げて、下ろして上げて、そしてここにもう一つポイントがあります。床面に下ろすときにはこの肘のくぼみをぐっと前に向けるようにしてみましょう。そして胸の位置を高くぐーっと引き上げていくときはここの肘のくぼみを内側にぐっと向けるような形にしていただくと、より胸の操作が高まっていきます。一度確認をしてみましょう。下に下げるときには肘のくぼみを前に向ける、そして手で押し上げて胸を丸めるときは肘のくぼみを内側に向けていただいた方が操作性が楽になっていきます。肘の動きも含めて胸の高さのコントロールをしてみてください。 OK です。では今の中間ポジションで上半身胸はセットしていただいたら、今度は骨盤の前方形前に倒して少し反っている状態、そしてぐーっとお尻を床面に向けていくように腰を丸めている状態、これを何度か繰り返してみてください。はい、結構です。では一度楽にしてください。今の胸側の動きと骨盤腰椎側の動きというのを連動して使っていく技になります。胸を高く引き上げていくときにお尻の穴を床面に向けていくような感じで背中を丸めます。そして骨盤から前に倒していきながら胸をしっかりと床面に下ろしつつ、肘のくぼみを前に出して背中をしっかりと伸ばしていきます。おへそを覗き込むように背中を丸め、肘のくぼみは内側に向けていきながら手で床面をしっかりと押し、骨盤が後ろに倒した状態、お尻の穴が床面に向くように、できるだけ背中の丸みを高く引き上げていく。骨盤前、手を押し背中を丸め、はい、これをですね、皆さんと一緒に10回やっていこうと思いますので、皆さん頑張っていきましょう。では皆さん四つ前ポジションを取っていきましょう。手は肩の直下、そして膝は股関節の直下、もしくはおへその直下でも結構です。ではまずはおへそを覗き込むように背中を丸めて、肘のくぼみは内側、骨盤から前に倒してぐーっと伸ばしていきましょう。2回目丸めて、肘のくぼみは内側、背中をしっかりと丸め、骨盤後ろに倒してお尻側の床方向、骨盤前に倒してお尻側の天井方向に背筋をしっかりと伸ばしていき、背筋を伸ばしたら目線を少し上げていきます。おへそを覗き込んで肘のくぼみ内側、しっかりと床面を押して背中を丸めていきましょう。骨盤を前に倒し、背筋を伸ばしていきましょう。肘のくぼみ前方向に持っていきます。4回目、おへそを覗き込んで手で床面を押し、
背中の位置を高く引き上げていきます。その時腹筋にね力を入れていくのを忘れないようにしてください。骨盤から前に倒し背筋を伸ばしていきながら肘は前方向に向けていく。できるだけ目線を前かつ見上げられる方は少し天井を見上げてみましょう。5回目背中を丸めます。これを首下面にしっかりと落として骨盤前に倒して伸びましょう。伸びた背中を丸めて骨盤から前に倒して背筋を伸ばしていきましょう。肘のくぼみ前に出して親指を覗き込むように背中を丸めましょう。ぐっと引き上げて引き上げて骨盤の前ぐっと倒して背筋伸ばしていきましょう。親指を覗き込みます。肘のくぼみ内側しっかりと手で床面を押し胸椎胸の位置を高く引き上げていきます。骨盤は後ろに倒して背筋のような床方向、ここから骨盤をぐっと前に倒していき背筋を伸ばしていきましょう。肘のところに前に背筋を伸ばしてあと2回背中を丸めていきます。骨盤を前に倒してラスト1回いきましょう。背筋を覗き込むように手で床面を押し胸に近く背中を丸め骨盤を後ろに倒します。お尻のまま床方向、ここから骨盤を前に倒し背骨、ね、しっかりと伸ばしていきましょう。肘のくぼみは前に OK。 では楽にしていただいてかかとをお尻に近づけて手は少し前に出して少しお休みのポーズで、この状態で3呼吸しましょう。ではゆっくりと手を膝の方に近づけていき、かかとが最後になるように体を落としてください。皆さんいかがだったでしょうか。10回だけでもですね、真剣にやるとちょっとね汗ばむような大変なワークになったんじゃないかなと思います。そして意外とですね、この背骨をこう反ったり丸めたりみたいな意識をされている方って非常に多いなと思うんですけれども、しっかりと手で床面を押すこと、そしてですねこの内側のドライブと外側のドライブという形で意識的にですねこの手の向きなんかもね考えながらやっていくことで、より体の機能構造に沿ったですね動かし方につながっていきますので、運動パフォーマンスの向上にもつながるようなワークになっています。実施した後呼吸が楽になる方なんかもねいらっしゃると思いますので、ぜひこのねワークも日常のねエクササイズの中に取り入れてみてはいかがでしょうか。明日はですね、さらにですね、背骨を動かしていくんですけれども、今日のポジションとはまた少し変えたポジションの中で骨盤、背骨を連動して使っていくね、エクササイズをやっていこうと思いますので、明日の動画も楽しみにしていてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。